あのさ。はい。プロジェクトナタルって知ってる？ああ、あるね。マイクロソフトの。っていうか Xbox の。まあ、はい、俺もそんなに詳しい情報は知らないんだけども。うん、俺も。ぼんやりとしか知らないんだけども。うん。ちょっとしか知らないんだけども。はい。一応知ってる情報教えて。なんかWii のモーションコントローラーをさらにこうレベルアップさせたような感じで、うんうん、Xbox にカメラを設置して、うん、その前で体を動かしたら、うん、それをカメラが自動認識で取り込んでくれて、うん、ゲームの動作とかにこう反映してくれるみたいな。リアルモーションキャプチャーみたいな感じらしいよね。なんかあの技術は夢の未来技術やなみたいな感じがしてさ。ああ、そう。え？俺、いや、なんか、すっごいことが発表されるって、前情報だけは知ってて、うん、で、出てきたのがこのプロジェクトナタルっていうのバーン出て、うん、で、こうデモ画面で、こう、少年がこう、画面に向かってこう、体動かしたらその通りに画面のキャラが動いててってやってたけど、うん、これをちゃんと活かしたゲームが出るのは、あと何年やとか思って、なんか、俺が思ってた方向で全然、違う方向に、おい、Wii の後行くんかみたいな感じがして。ちょっとげんなりしてんけど、俺的に。マジかいや、お前だってお前、ジャッキー・チェンのゲームとか出てみーな。うん。すごいぞ、お前、ジャッキーと同じ動きをしていくんやぞ、ゲームの中で。ジャッキーと同じ動きをせなあかんわけでしょ。お前らしんどいな。逆に言うと。逆に言うとね。しんどいな。椅子とかこう、毎回ケツの上パーンって止めなあかんね。滑ってきた。でもここに椅子はないねんね、多分プレイしてるときは。どうすんねやろな。なあ。なんか、ゲームはゲームやねんから、あんまシンクロさせんでよくないと俺は思うねんけどな。パッド破壊な。パッド、でいいかな。まあ、でもさ、その実際にな、あれをな、やるかどうかは別にして、うん。なんか未来的やんけ。まあな。多分実際やれって言われたら、恥ずかしくて嫌とかさ。そう。未来的、ちょっと話、脇道それながらやけど、マイノリティリポートって映画あるやん。はいはいはい。あれ見たときにさ、トム・クルーズのやつかな。そう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 。なんか、画面をさ、うん、オペレーターがこう画面の方、ペッて手をかざしながら、右に振ると、こう画面、はいはいはい、てか次のに映るみたいな動作やって、うん、すっごい未来的やって思ったけど、うん、冷静にあれ、あのオペレーションを自分がやるって考えたら、うん、しんどくない？まあな、十字キーで選んだ方がどれだけ。でしょ？マウスとかでええやんと思うでしょ？楽やからな。そういうことやと思うんだけど、どうかな。ユーザビリティ考えたら、ものすごいめんどくさいユーザビリティやけどな、あれは。そうそうそう。未来的やけどっていう、ね、そんな匂いが、ナタルに感じましたが。もしかして、本末転倒ですか？ナタル。なんかね。ファミリートレーナーの二の前ですか？なんかあったな、そんな。昔、ファミコンであったんよ、ファミリートレーナー。どんなんやったっけ？なんかダンスダンスレボリューションのマットみたいな感じのさ、やつで、こう、その場で足踏みをダダダダってしたら、ゲームの中のキャラクターもタカタカって走るっていう。おー、先を行ってる、先進的やね。実際走るよりもめっちゃしんどいっていう。小刻みに足をバタバタバタってさせなあかんから。そうやな、結局そういうことになってくるよな。はい、どうも、沢田信也です。中野浦です。というわけで、今回お話しするのは、前回告知していたように、はい。ヘイロー3 ODST です。ですね、ODST。ちょっと久々に、うん。地雷を踏んだか？しー。はい。つか、俺は踏まされたんやった。いやいや、ねえ。何がやねん。どういうことですか、おもろかったやんけ。おもろか、ってか、だから、面白さの、醍醐味は、コーププレイでしょ、あれ。うん、やっぱり、うん。協力プレイして、初めて面白いデザインでしょ、あのゲーム。うん、その、コープをする人が、早々に、ヤフオクとかに出しちゃった場合は、残された人はどうなるのかな。そういうことですよね、このゲーム。俺も、ODST が、うん、あそこまで面白くないゲームやとは思わんかった。ごめん、謝るわ。ごめん。すまなかった。無駄金を使わせてしまって、すまなかった。いや、それでさ、で俺クリアしましたってメール送ったやん。うん、あ、で、後半もちょっといまいちやった思ったら、君、後半良かったみたいな
なんか。俺、ストーリー的には後半は結構良かったよ。そうかな。まあまあ、ちょっと簡単にあらすじを説明しておきますとですね。はい。ヒーローの物語がありました。はい。って言いながら、今、ふと俺思ったんやけど、うん。お前、ヒーローの物語、覚えてるか？ごめん、俺、1と2やってないんで。3すら俺忘れてもってる。いや、3は覚えてるよ。じゃあ、周りにあらすじを説明してください。3はもう、最後の話になってるから、そうです。ストーリーの中では。だからもう、地球連邦的な組織と、コブラントっていう、なんか宇宙の軍事国家みたいなのがやり合ってて、うん、で、最後の決戦みたいなのがもう3の話なんで、うん、もう予言者って言われてるコブラントのその軍団の一番キーパーソンっていうか、一番偉いわけじゃないみたいだけどね、あの人、キーパーソンが、なんか、ヘイローっていう、超古代のなんかシステムみたいなのを起動させる、させへんみたいなのを、こう止める止めないのを描いた話でしょあれは。まあその稚拙な説明は大幅にカットさせてもらうけどな。なんでやねん。そういうことやんか。聞いてるリスナーの人から見たらいきなりお前の話飛んでたりするけど。そうっすか。まあ正直よくわかってないってことか。まあとりあえず今回の ODST は、うん、ヘイロー2とヘイロー3の間の話をやったわけよ。うんうんうん、で、今までヘイローっていうのは、マスターチーフっていう無敵の超人が主人公やったわけやけど、ですね。今回の ODST は、その、ODST っていう部隊の人たちの話で、うん、基本的にその人たちは一般兵やねんな。で、一応まあ、そこそこ訓練はされてるけども、うん、そんな超人ではないわけですよ。うん、で今回は、その一般兵に焦点を当てた物語っていうことでね。うん、でもゲームをやっててもすぐ死によるね、あいつは。ああ。はいはい。ちょっと弾で撃たれたら、はぁ、はぁ、はぁって言い出してな。はいはい。で、そのまま特攻したらすぐ死によるやろ。マスターチーフやったらそのまま特攻しても頑張れたはずやね。あれ、そうかな？おう、だって俺ヘイロースイーンの時ガンガン前出ていったけどなかなか死なへんかったもん。ああ、それあれでやっすよ。難易度レジェンドとかにしたらマスターチーフも即死ですから。そらお前そんな、レジェンドでやったらそらそうやって。そらどんなゲームでもそうやが。そう。うん、まあ、ノーマルでってことね。そうそうそう。はいはいはい。でも今回の ODST さんたちはですね、ノーマルでもすぐ死によるんですよ。うん。あ、でも、なんていうの？ノンプレイヤーキャラクターっていうの？うん。いわゆる、自分が操ってるんじゃない味方で、うん。ODST の隊員はあれ無敵よね。あ、無敵やな。あいつら爆撃食らっても生きとったからな。しないよね。あのピンク色のトゲいっぱい刺さってる状態でもなんか生きてるもんね。こいつは超強いとか思ってた。だってお前あるやぞ、俺。バババーって撃っとってさ、うん、そのコンピューターが操作しと仲間のキャラが、俺の前来てバババーって撃ったらさ、うん、おい、俺を撃つなよだけやで。そうやんな。おいおい、俺は敵じゃねえぞ、ぐらい。軽い感じで。ね、あそこら辺は強いな、こいつらでええやん、みたいな感じだったけど。まあ、そんなね、ODST たちの、普通の兵士さんたちの話っていうことを考えた場合、うん、後半は俺はちょっと良かった。その何が良かったかっていうと、うん、まあ、今回のその目的、指令任務、うん、その中核が、そのゲーム本編で暴かれるじゃない。ゲームの中盤ぐらいで。はあはあはあ、今回の目的はこれでしたよ、つって。はい。で、そっから後半にかけては、逃げろやったやん。ああ、はいはい。俺、あれが好きやって。ほう。ただ生き残るためだけに逃げるっていう。ああ。なるほどね。普通やったら、その、主人公をやった場合はさ、その任務の秘密を知ってから、なんか敵のボスに戦い挑んだりさ、ああ、はい。するやん。敵の本拠地に乗り込んでいったりって。うん。全然そういう方向に話が流れていかへんかったんが、俺の中では結構ツボやって、みたいな。ああ。でも、あれ、ちょっと俺、後半、ぬるいなと思ってやってたからあれやねんけど、ちょっと光るやん、体が。あいつ助けてから。ああ、光る光る、バリア。あれやっぱバリア？バリア。あいつは、一応あいつのキャラクター設定として、身近にいるやつにバリアかけるっていう特性があるからさ。じゃあ、死なへんよ、やっぱり。死なへんよ。だから後半の、そのゲーム性は、俺どうでもよくて、そのストーリーの展開だけの話。そういうことか。正直ゲーム性としてはもう全然俺認めてないから、ね。全然面白くなかったから。だってゲームの中盤までごつたるかったやん。俺の前で強烈プレイしとった時さ。
一番最悪やったんが、あの、だだっ広いオープンワールドをずっと歩かされることな。テク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 。あれもほんまは多分、こういろいろ巡ってっていうつもりでデザインされてるんやけど、巡りたくないよね。そうやね。なんか目的地に一目散に行きたくなるよね。そうそうそう。オーディオデータって呼ばれる、なんかファイルを集めていくと、そのODST の物語の前に何があったかっていうのを知れるんやろうけどな。そのオーディオデータを集めたいと思わへんからさ。あの戦闘中にバックグラウンド音流れてるから超鬱陶しかったしな。戦闘中にバックグラウンドの音。だからオーディオデータを再生してると。はいはいはい。うん、見てたら君撃ち殺されてたし。してたな。おっと見てるから。あれはもう確実にやり込みゲーマーのためだけの要素や。でもそもそも今回のその ODST 自体が、なんかもともとあれやろ、ダウンロードコンテンツとして予定されてたんでしょ、ヘイロー3の。あ、そうなんや。でもちょっと話が大きくなったから、なんか独立して出しちゃうみたいな感じやったんやろ。あ、ダウンロードコンテンツとして見た場合は、まあ、そういうもんかなっていう感じかな。あ、じゃあやっぱ技術的にはそんなに進化してないのね、ゲームが。そう、だからグラフィックもヘイロー3からそんなにさほど進化してなかったし。そう、むしろ人の顔が出るようになって退化したんかって思ったからな。あのヒロインであろう、あの隊長の女ボスはブッサイクやったからな。よかったなあれな。でもヘイロー3の女性キャラは昔からブサイクやで。でもさ、3の最後の方に出てくるあの、なんか、艦長やったっけ、うん、前の艦長の娘みたいな設定のやつとかはまだマシじゃなかった。そう、覚えてない。あれ？あとあの、光ってるコンピューターの。いやあいつブサイクやったやん。そうですか。そう。だ、そこがさ、ギアーズ、君やってないんだっけ？ギアーズオボーはやってないな。ギアーズの1の女性キャラひどいんよ。うん。あれ、もうめちゃくちゃローポリやし、しかも、うん、もうポリゴンの先っぷりからしてひどかったんやけど、2になったらコマシになってんだよね。へぇー。そのなんか、女キャラも。もうこれはすげえなと思ってんけど。他のグラフィックはまあほぼ完成されてたからあんま伸びしろなかったんけど、うん。そういう意味でヘイローはあんまり変わってなかった。変わってなかったなぁ。だからもうすごいなんか隊長とさ、あの女ボスのちょっとラブロマンスみたいなのもあるんだけど。俺、ね、俺そこがダメ。だからシナリオもダメ。あそこは俺もいらんかったけどな。あれ、鬱陶しいわ。もう、三文芝居みたいな。もうええわ。あと、やっぱ ODST の隊員しなへんやん、基本。うん。一人重傷負ったっぽいやつもおったけどさ。うん。あれむしろどんどん死んでってほしかったけど。あ、そうやな。その要素があったらもっと燃えてたかもしれへんな。そうそう。で、最後に生き残ったルーキーがチーフでしたぐらいなんで、よくね。ああ。まぁちょっと、あれか。飽きりきたりすぎるか。まあまあ、盛り上がりポイントで考えたら、そっちの方が盛り上がるんじゃない？うん。仲間のためにみたいな感じの方が。うん。そんな流れでよかったのに、最後なんか断言断的やけど、全然蹴りもつかずに、うん、無事なんか、逃げ切りましたみたいな感じで終わってたから、うん、なんじゃこりゃって感じ。まあ、もう、ワンポイント、なんかこう、どうすんねん的な展開があってもよかったと思うけど。そう。結局ゲームやってて、あの乗り物乗ってる時は爽快で楽しいしかなかったから。そうやな。俺、その後半のストーリーが好きやっていうのも、きっと、高速道路を戦車で爆走するところが好きなんやと思うわけ。あれよかったよな。うん、あそこ盛り上がったもん、なんか俺の中で。でも、逃げろっつって。FPS で、どうなの？その乗り物が楽しいって。どういうことなの？なんか、大前提がさ。肝心の FPS は全然楽しくなかったからな。ああ。スナイパーライフル後半拾い出すとちょっと俺は楽しかったけど。ああ。そう、スナイパーライフルさ、うん、なんか、以前にこう、バイオハザードの回で上田くんも喋っとったんやけど。なんかひどいこと言われてた気がする。お前らスナイパーライフル好き早。好き早ね。遠くからパスパス打っていくのが好きな。でも俺今回のでちょっとわかったわ。うん。気持ちいいっしょ、あれ。その今までさ、今までのゲームは、特攻していって、敵をこうマシンガンで撒き散らすっていうのが俺のプレスタイルやったんやけど、はあはあ、今回の ODST はその敵があんまり出てこへんやん、ノーマルやったら。おうおう、だから特攻しがいがないのよね。あー、まあ、で敵も適度に距離取り寄るやろ、なんか。そうやね、あいつはちゃんと隠れたりしようかな。だから今回はスナイパーライフルがめちゃめちゃ役だった。そう、しかも意外と硬いやん、あいつら。そう、アーマーつけたやつとかは。それがヘッドショットやと一発でね、いけるからね。俺をクリアしてから知ったんやけどさ、うん、敵で光ってるやつとかおったやんか、バリア張られて。あ、斧持ったやつとかでしょ。
あいつらはエネルギー弾でシールドを剥がしてから実弾の武器で攻撃すらなかったらしい。ああ、そう、実弾やとめっちゃ撃たなあかんから。そうやね。あれ、それ3からそうですよ。そう。あ、俺3特攻してたから分からへんかったわ。ちなみに3最後までクリアしたよ。あ、したした。なるほど。ヘイローを止めなくてはみたいな話やったやろ。そうそうそう、こっち側はね。なあ。起動止めないと。うん、そう、3って、そうやってたら、え、まだあんのまだあんのみたいな感じで盛り上がってた記憶があんねんか。うん。そう、フラッドが乱入してきたりとかさ。うん。したあたりで。でも、今回の ODST はもうええかなみたいな。うん。ノリで、しかも後半、あ、これで終わりなんかっていう。ちょっと、すごく嫌なパターンで終わってた気がする。うん、ああ。まあまあ、それはもう話の途中の物語やから仕方がないんじゃないかな。そうか。まあ、ちなみに今、上田さんからですね、ポッドキャストの収録混じるっていうメッセージを送ってましたら、はい、出してから、1時間後ぐらいしてから無理っぽいわって返事が返ってきました。ああ。遅すぎやね。いやいや、上田先生らしい。らしい感じですね、その。一時間も待ってへんわ。やってるけどな、実際。今から入れるともうオールオッケーやけどな、こっちとして。まあ、そんな感じでですね、ODST、うん。まあ、僕もその後半のストーリーは面白いとか言いながらも結局売ってますから。さほど面白くなかったってことですわ。かろうじて面白いと思えたかなぐらいでしょ。そう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 。なあ、びっくりした、あのブログ見て。ブログ何これ全工程なのとか思って。全工程じゃないよ。そうか。ああ、まあ後半はって感じ。後半のその持ってき方がツボやったってだけの話で、ゲームとしてどうやったって聞かれると買うなって俺は言うな。でもさ、その俺の大事な情報源であるミクシーと、はい、2チャンネル見ると、はい、結構みんなこうファイアファイトとかのモードにハマってたりするのよ。ああ、だからあれは多分みんなでワイワイやると面白いと思う。面白いんかなぁ。そうやったら、レフト4デッドのサバイバルモードの方が面白いと思うけどなぁ。あー、そうかな。なんかその、ファイアファイトはなんかなぁ、盛り上がらへんかったな。だからそれ一人でやったからでしょ。まあまあ、それもあるんかなぁ。俺も一人でやったけど、クソつまんなかったから。いや、でもあれ、4人でやって、こう、後ろ後ろとかやりながらやると、多分、思えると思うんだけどな。でもそれを考えると、野良でできないっていうのが致命的やな。そこ致命的やね。なんでできひんやろな、あれ。フレンドじゃないと協力プレイができないっていう今回のな、ゲーム。おかしいよな。野良で解放しとって乱入でできるようにしとけば、あ、でもあれかな。ヘイローぐらいの規模になると、やっぱいろんな人出てきて、味方バンバン撃つ人出てくるのかな。あー、なんかアメリカ人じゃないわ。外国人はそれ多いらしいな。うん、いや、実際、レフト4デッドも、うん、俺だから最近エキスパートで結構挑戦してんねんけど、うん、一番最後のフィナーレまでめっちゃ協力的やったのに、うん、そこに着いた瞬間になんか気狂ったように味方打ちまくれた。裏切りや、裏切り。なんだこいつとか思う。ここまでさ、そこまで行くのに1時間くらいかかってるわけやん。あれって、スタートからやらんと実績解除にならへんから、そしたら、そこまで行った挙句に、その、殺戮モードに入られるとさ。へぇ。もうきついわー、みたいな。そんなやつおんねや。うん、おるなー。ていうか結構おるな。なんでやろ、最近エキスパート行ってるからかなー。あー、やっぱり日本人同士でやらんとあかんね。そうねちょっと富山さんにお願いしよう、ほんま。頑張ってください。僕はもうエキスパートなんかちょっとついていませんのでね。楽しいけどね。わかるよ、わかるけど、一回、なんかでやったときに、うん、アドバンスやったんかな、その時は。はいはい。フィナーレで、うん、2回死んで、すんごいだるくなった記憶がある。あれを考えると、そんな、まあ、冒頭にも言いましたけど、あなたほど僕ゲームができませんのでね。ああ、時間的にね。はい、そんな暇はないんでね。もうちょっとで全滅させられると、まあ、心折れるわな。そうやろ。もうやめましょうか、みたいな話なんで。あと自分だけ死んで3人クリアされたら、もっとかな。なんかな。そうやな。まあまあ、話が、またレフト4でって話になっちゃってますけどね。はい、はいはい。とりあえず今回の ODST はですね、はい、どんな人が向いてんのかな。ヘイロー3がごっつ大好きで、うん。なんか、物を集めるのが好きな人かな。あ、それかもね。うん、まあ、ファイアファイトは確かに、こう、フレンドいる人なら、
いいんじゃないかな。ああ、そう、俺な、それな、さっきも言おうとしたんやけど、その、はい、フレンド前提っていうのやめてほしいんだけどな。うん、ほんまにな。なんかな、その学生とかはさ、うん、フレンドいっぱいおるかもしれんで、うんうん、でもさ、大人でさ、フレンドって難しくない？うん、なんかその、ゲームする時間でもまちまちやんもん、社会人だったら。そうそうそう、でさらにそのまちまちな時間はさ、自分の好きなゲームしたいやん。うんうん、そうなってくると、その同じタイミングで同じゲームやっとうなんかありえへんやん、そもそも。そうやねんな。そんなんでフレンドでやれ言われても、いやいや、もうそんな、お互いの生活ありますから、みたいな。うん。いや。だからつまり、ヘイローのターゲットと違うんやん。俺が？うん、うちらがね。ああ。眼中にないと。なるほど。じゃあ、そういうことですよ。皆さんもそこら辺に気をつけるように。どうなんやろ、ちょっとマジで ODST はちょっとリスナーさんの中にももし会った人がおったとしたならば、うん、その面白かったポイントをちょっとね教えていただきたい。あ、そうだね。これは別にこうその議論をしたいわけではなくて、うん、ちょっとこう知りたいね、単純に、うん、別の視点で、ね、あ、なるほどっていう感じをちょっと知りたい、うん、で俺はまだ持ってるんで、うん、あのファイアハイトできるよっていう人あれば、うん、ぜひね、ちょっと面白さを手ほどきしてやろうっていう感じで やらしてもらうと、もうちょっと息が伸びるかな、このゲームと思うんですけどね。ゲームアタックさらしときや、それやったらよ。ああ、そうか。さらすのかね、ゲームアタック。ちなみに、君は来たの？さらしたテクに何か。どうなんやろ、アクセスが。ポッドキャスト聞きましたとか言う人は、ちんともおらへんけどな。ですよね。全然気軽にね、フレンド登録してもらっても構わないんですけどね。ちなみに僕のゲーマータグは、うん、SWD3、数字の3です。SWD3 です。沢田さんってことです。なおまあ、フレンド登録する際に、ポッドキャスト聞きましたとか言ってくれたら、全然それで OK なんで。うん、そうね。はい。あなたはどうするんですか？晒すんですか？ちょっとなぁ。もうちょっと寝かそっかなぁ。あれやろ？恥ずかしいゲーマータグの名前やからやろ？いやいや、そんなことない。俺いろんな人、実、面割れてる人にバレてるからちょっと怖いだけ。あれやろ？お前、セックス4649とかそんなわけやろ？言うた、言うた。あとまあね、俺個人的な理由で、ボイスチャットしにくいっていうのがあるからね。そこ、オッケーじゃない。だそう、それだから余計、こう、ヘイローとかしにくいのよな。ああ。まあ、確かにボイスチャットでワイワイってやるようなゲームやからな。そう。レフトフローデッドは、ボイじゃなくてもなんか、ノラは全然平気やしね。うん。全然、元々もう言葉通じないとことやってたりするからええねんけど。まあなあ。まあ、次はあれですよ。ヘイローリーチですけど。あれはどういう、ストーリーとか。ストーリーは、ヘイローの物語の以前の話。おー。なぜヘイロー対戦が行われるようになったのかっていう話。マラソンってことではない。マラソンってあれヘイローの前の話なの？いや、なんか、なんとなく繋がってそうっていう。繋がってないやろ。マラソンまた懐かしいな、お前知ってるやつ。お前少ないやろ、マラソン。え、でもマーク一緒やんか、マラソンのマーク。たまにヘイロー出てくる。あー、どうなんやろ。でもヘイローリーチは、その地球に初めて、コブラントが襲いかかってきた時の話やった気がするけどな。なるほど。ほうほうほう。え、地球じゃないでしょ最初、接触したんて。あ、そのリーチ、リーチ。あー、っていう惑星なんか。あー。知らんで、狭くて浅い僕たちなんで、そこら辺詳しく知りませんから。そうやね。はい。でもまあ、何にせよヘイロー1の前の話。なんかさ、そういやさ、あれ？ヘイローって映像なんか作ってなかったっけ？なんか、来年あたりやるんでしょ？いろんな東映とかさ、いろんなアニメーションスタジオが。昔あの、マトリックスのアニメを作った時のように。そうそう、アニマトリックス的なやつをね。あれは、絡むのかね？絡まないのかね？お筋とは絡まないんじゃない？スピンオフみたいな感じなんじゃないの？あ、そういうことか。なるほどね。まあでも、ヘイローリーチ、でもよくよく考えたら、ヘイロー1の前ってことはさ、うん。また主人公マスターチーフじゃないってことやん。え、だからマスターチーフになるやつなんじゃない？ああ、主人公が？うん。あ、そうなんかな。でも、マスターチーフとほんと強い時じゃないってことでしょ？ああ、まあそうだな。じゃあまた今回、ODST の時のような、なんか撃たれたら、はぁ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 。うん。それはそうなんちゃう？みんな。
あれ、マスターチーフってもともとなんかの舞台の最後の生き残りとかでしょ？スパルタンやろ。スパルタンやったっけ、うん、だから、その舞台の話とかじゃない。なるほどね。一応なんか今回の ODST の出てきた隊長も、リーチの時はってなんか、そんなセリフ入っとったけどな。え、じゃあ、あそこにおったんや。生き残りだしよ。あんな顔で顔関係ないやろ。そうか。それも顔のデザインもポリゴンのせいやんけ。そうか、そうか。まあ、買うか買わへんかはその時の評価次第かな。そうですよ。だから様子を見ようっていう話ですよ。発売日に買うのだけはちょっとやめとこうかなと思います。時代臭い匂いがしたんですよ、今回も。ゲームもね、5巻、第6巻でこうビビッとキャッチしてたのに。ドーンって押されたからね。ちょっとなぁ、なんか、なんで俺あんなに勢いさんってこうと思ったんやろ。ね、まあ、ヘル3がすごいハマってたからだけど。そうやろなぁ、なんか期待値が大きかったんやろなぁ。3はまだ持ってんでしょ？いや。え？いえ？ちゃうねん、なんか俺な。え、3は売らへんって言ってなかったっけ？今回の ODST に、うん、今回の ODST2 枚組やったやん。ああ、あれなんなんもう一枚。あれがもう一枚は、ヘイロー3のマルチモードが全部入っとんね。ほう。今までのダウンロードコンテンツのマップも全部含まれた、ほう。ヘイロー3のマルチモードがあの一枚で全部できんねん。あ、そうなんや。だから、ヘイロー3を撃っても、その CD さえ持ってれば対戦できるじゃんって俺思ってたんやんか。え、ストーリーはない？ストーリーないよ、ヘイロー3の。マルチモードだけが入ってんの、あの CD に。CD じゃない、DVD に。だから、ヘイロー3もいらんわ、とか思って、売ってしまったわけよ。じゃあ、まさかここまで ODST が手放したくなるぐらい面白くなかったっていうのが、予想外やったわけですよ。っていうか、そもそも、ヘイロー3はストーリーの方も面白いんやん。で、だいたい君あれでしょ、4人モードやってないでしょ？やってないでしょ。だから前、4人で。だいぶ前でさ、お前は、また協力プレイやろうぜって言ってから、もうかれこれ1年ぐらい経つからもう売ったよ。いや、やろうよ。俺はいつでもやれるさ。買い戻せと、ヘイロー3を。プラチナで買え。まあ、オークションで1200円ぐらいになっとったか、買うわ。いや、まあ、そうなんや。はい、エンディングでーす。前回言うの忘れてましたけど、うん、お便り募集してます。はい。で、まあ、一応ですね、うちの狭くて浅いやったらの、ブログのページのメールフォームから送っていただくかですね。うん。前々回ぐらいからですね。うん。コメント欄を開放してるんですね、ブログのページ。ほう。なので、そのブログのページの記事のところからコメント残してくれても結構です。うん。で、まあそこにもしコメントが書かれた場合、うん。まあその、以降の回のどこかで、うん。ご紹介させていただくこともあるかなと。おお。コメントあんの今まで。ありますよ、2件ぐらい。あ、マジですか。はい。ほうほう、まあ知ってる人ですけどね。ああ。身内ってやつ。まあ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 、地球の言葉で言うたそうかな。他に何が。あとですね、ツイッターも始めてますんで。ああ。ツイッターが何かっていうのは聞くなよ。話し出すとめんどくさいからね。ああ、ごめん、あれツイッターなの？ツイッターなの？またそこかいやー。なんでもええやんけ、そんな。はい、アメリカかぶれしたやったらツイッターって言うねんて。あ、なるほど。日本人はツイッターって言うねんて。じゃあ、クリラジはツイッターやったと。はい。はい。何クリラジはツイッターってどういうこと？いやいや。昔、俺が聞いたのではツイッターって言ってたからさ。ああ。イキリがそう言いよんねん、イキリがよ。なんか、微妙に敵増やしてて、やったわ。大丈夫かな。まあ、俺がそっちに向けてんねんけど。まあ、とりあえず、その、Twitter ですね。はい。何もしたTwitter ですね、その、はい、狭さと検索してもらったですね、僕の Twitter が出てきますから。なんか鼻につくな。そっちがおフォローしてもらって、まあ、返事を、今回の話は、おもんなかったよっていう話をこう、メッセージを残してもらっても構わないかな。まあ何せよですね、もっとね、気楽にちょっとメッセージとか送ってくれたら全然構わないんで、うん、一言うんこって送ってもらっても、もう俺たちはそれを見て、ひょーって、うんこ来たーって喜びますから。いや、どう絡むねん、それ。うんこ来たでーって。まあ、そこはじゃあ、サードさんと、C
そうね。やっぱ上田先生に任せる。汚れ役は全部上田か。そうですね。まあそんな感じで気楽にメッセージ、コメントの方をお寄せしてくださいということです、はい。よろしくお願いします。まあというわけで今回はエイロースリー ODST について話しました。はい。じゃあ今回はここら辺でお開きにしましょう。はい。お送りしたのは沢田信也と中野浦でした。じゃあ次回お会いしましょう。さようなら。さようなら。